今回は前回に引き続きクリストファー・ノーラン監督の最新作テネットについて、時間逆行理論の物理学的な背景について解説していこうと思います。ノーラン監督はこういった物理学的な背景とフィクションを絡めるのが結構好きです。ご存知のようにこの映画は時間の逆行がメインテーマになっていますが、その時間逆行の理論について映画の中ではある程度の説明付けがされています。映画の中でよく使われていたキーワード、それはエントロピーの減少です。この話を理解するためには、熱力学第二法則とも呼ばれるエントロピー増大則と時間の矢の概念について知っておく必要があります。まず時間の矢の概念についてご説明しますが、時間の矢の考え方はおおよそ100年前から物理学者たちが議論してきた問題です。皆さんの周りの空間をイメージしてください。我々が感じることができる次元は縦横高さの3つの次元があります。我々は前に歩いたり後ろに下がったり、右に行ったり左に行ったり、上に行ったり下に行ったり、この3つの次元を自由に移動することが可能です。そして我々が感じることのできるもう一つの次元として時間というものもあります。しかしながら他の3次元とは違って、時間というのは前に進むことしかできません。自分の意思で後ろに戻ることは絶対にできないわけです。これを弓矢に例えて、一度放たれた矢は前にしか進まないという意味で時間の矢という名前が付けられています。このなぜ時間は前にしか進まないのかという疑問は、今現在も物理学の未解決問題として誰一人明確な答えを出せていません。物理学者たちを困らせているのは、物理に関する方程式のほとんど全てが時間に対して対称だからです。これは時間反転対称性というふうに呼ばれています。例えばこの最も簡単な運動であるボールの投げ上げ運動を考えてみます。ボールを下から投げて上に届くまでのこの運動を逆再生してみます。するとこの運動は、上にあったボールが下に落ちる運動と全く同じであることがわかります。つまりこの運動を見ても、投げ上げ運動と落下運動は区別することができないということです。つまり投げ上げ運動のビデオと落下運動の逆再生のビデオは完全に一致するということです。これを時間反転対称性と言います。これをもう少し数学的に考えるために、ニュートンの運動方程式を例にとります。ニュートンの運動方程式を微分方程式の形で表すと、こういった形になります。ここで t は時間です。なのでこの t の時間を反転させてマイナス t に置き換えてみましょう。式はこのように変化しますが、これは最終的に元の式に戻ります。つまりニュートンの運動方程式は時間の反転に対して対称だということが言えるわけです。これが意味するのは、方程式だけを見れば時間が進むことも戻ることも可能だということを意味しています。なのになぜかこの世は時間は前にしか進まないのです。そこが物理学者の永遠の疑問となっています。この時間反転対称性はニュートン方程式だけではなくて、例えば量子力学のシュレーディンガー方程式でも成り立ちます。ところがそうはいかない現象もあります。例えばコップの中に仕切りを入れて、左側にコーヒー、右側にミルクを入れたとします。そしてこの仕切りを外して放置します。すると想像はつくと思いますが、時間が経つに従って左右のコーヒーとミルクは混ざり合って、最終的に均一な状態になります。ところがこの逆の現象である均一なコーヒーミルクが一人でに分かれ始めて、最終的にコーヒーとミルク別々に分かれたものが出来上がるという現象は絶対に起こりえません。つまりこの現象は時間反転対称性は成り立っていないわけです。なぜ均一になったコーヒーミルクがコーヒーとミルク別々に戻らないか、これにエントロピーが関わってくるわけです。
トロピーは物事の乱雑さを表す指標の値です。物事が乱雑であればあるほど大きな値になります。先ほどのコーヒーミルクの例で例えると、コーヒーとミルクが完全に分離されている状態と、コーヒーとミルクが完全に混ざり合った状態、この前者がエントロピーが低い状態、後者がエントロピーが高い状態と考えることができます。そして我々がいるこの宇宙全体でエントロピーは必ず低い状態から高い状態に移行するということが法則として決まっています。これをエントロピー増大則と呼びます。このエントロピー増大則という宇宙の大原則がある以上、一旦混ざり合ったコーヒーミルクは絶対に元のコーヒーとミルクの状態に戻ることはないわけです。これは確率論の考え方でも理解できます。コーヒーとミルクをミクロの視点で見て、細かい粒子だと考えてみます。この粒子はそれぞれ熱を持っていますので、好き勝手に熱運動をします。運動をする方向はランダムで、それぞれの粒子が前後左右どこかの方向に動きます。こうして好き勝手に運動をすると、最終的に混ざり合った状態に帰着します。これは完全に分離された状態よりも混ざり合っている状態の方が確率が大きいからです。自由に暴れ回るこのコーヒーとミルクの粒子が完全に偶然として元の分離された状態に戻るという可能性はゼロではないですが、限りなく低いです。これが時間の矢、つまり時間が前にしか進まない理由の一つとされています。ということはエントロピーの増加そのものが時間の経過そのものであるというふうに結論付けることができます。逆に言えばエントロピーを自発的に減少させられたら、それはつまり時間の逆行ではないかということです。では映画テネットで起こっている時間の逆行はどういうことなのでしょうか。それがマックスウェルの悪魔です。これは1800年代に物理学者マックスウェルが提唱した思考実験の内容です。つまり想像上の実験ということですね。このマックスウェルの悪魔を簡単に説明するとこういうことです。先ほどのコーヒーとミルクの例を例えてみます。この均一状態になったコーヒーミルクに再度仕切りを入れます。そしてこの仕切りは開けたり閉じたりすることができるとします。そして熱運動するこれらコーヒーミルクの粒子に合わせて、例えば左側にコーヒーの粒子が来た時だけ扉を開けて、ミルクの粒子が来た時には閉じる。逆に左側から右側にミルクの粒子が来た時だけ扉を開けて、コーヒーの粒子が来た時は扉を閉める。もしそんな操作が可能な存在、まあここでは悪魔と呼ばれますけれども、悪魔がいたとすると、ある意味粒子をどんどん選別していくことが可能になるわけです。最終的にこの操作を繰り返しまくることによって、コーヒーミルクはコーヒーとミルクの状態に分別することができてしまいます。つまりこれはエントロピーの減少を可能にしてしまっているというわけです。でもエントロピーは減少することは宇宙の法則で禁じられています。この宇宙に禁じられた操作がもしかしたらできるかもしれない。これがマックスウェルの悪魔と呼ばれる思考実験なわけです。最終的にこのマックスウェルの悪魔が提唱されてから約100年後の1990年代後半になって、マックスウェルの悪魔は起こりえないということが結論付けられています。この結論付けは正直かなり難しいので私も理解しきれていませんが、一言で言うと、ミルクの粒子が来る、コーヒーの粒子が来るという情報、この情報を得るという作業そのものがエントロピーを増加させるということが分かってきました。これは情報エントロピーと呼ばれていて、そこから情報熱力学という学問が誕生します。
ということで、ここから先はもう訳がわからないので説明しませんし、できませんが、テネットの世界ではこのマックスウェルの悪魔をどうやら実現させてしまったようです。これを裏付ける証拠は予告編の中でも確認できます。この予告編の中でも映っている主人公が逆光の銃を撃つシーン、このホワイトボードに着目すると、このホワイトボード完全にマックスウェルの悪魔を説明するときに書く図と全く同じです。つまりこの逆光物質はおそらくマックスウェルの悪魔を実現させているんだということが、これを見ても理解できるわけです。ということで、いかがだったでしょうか。今回はほとんど理屈っぽい話になってしまいましたが、テネットの裏にある物理学的な背景についてお話ししました。こういう物理学的な背景を全然知らなくても映画自体は楽しめるとは思いますが、こういった知識をつけて映画を再度鑑賞すると、また映画に深みを感じれて、より面白い体験になるんじゃないかなというふうに思います。また疑問点などがございましたら、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。